歳の男の子ゲン君。私たちコンビ原点で頑張ります。私たちデビューして1ヶ月の新人コンビです。今こちらゲン君が最初に覚えた技、二足歩行です。お猿さん四足歩行で歩くんで、二足歩行するのにもめちゃめちゃ時間かけてきました。ゲン君半年かけてようやくしっかりここまで歩けるようになりました。ねえゲン君、歩いてもらっていいですか。ゲン君歩く、そう前、そうそうそう、ヘム君こっち、そう。でも今日は新年一発目の公演ということで、立って歩くだけではありません。こんにちは。さらに難しい歩き方ご覧いただきます。ゲン君いくよ。はい、逆立ちです。おハイラインに、ありがとうございます。ゲン君普通のお猿さんが1ヶ月かけて逆立ちやるところをなんと1週間でできるようになりました。めちゃめちゃ頑張りましたよ。あと半周頑張ります。真ん中まで戻ってきたら大きな拍手お願いします。あいげく真ん中まで、はい、立って、そうや、ありがとうございます。前向きよ。 それではしっかりとご挨拶して始めていきます。ゲン君姿勢伸ばせる、姿勢伸ばせる、姿勢伸ばせる、そう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 。1歳の笑ってくれるのありがとう。1歳の男の子ゲン君。私たちコンビ原点で頑張ります。私たちデビューして1ヶ月の新人コンビです。失敗もたくさんあると思いますが、最後までの温かい拍手での応援どうぞよろしく、はい、お願いします。そう、やいね、はい、立って、そうだ、ありがとうございます。ゲン君ちゃん座ってください。そう座ってください。そうやね、そうや。本日皆様に見てもらう大技、後ろの階段を使った八層跳びという技ですが、その前にゲン君のめちゃくちゃ可愛い跳躍芸2つご覧いただきます。までよゲン君、まずはこちらの道具使っていきます。はい、お願いします、お願いします。あ、そうや、はい、3倍はどこやったかな。そうまだよ。それではいきます。ゲン君のめちゃくちゃ可愛いジャンプ、なんと立ったまま、はい、そういいね。反対からもいきます。反対からも、はい、そういいね。そうや、そう、偉いね。今の持ってる、はい、そって、そういいね。それではさらに数を増やしていきます。こちら2つ、3つ連続跳び挑戦させていただきます。ねけんくんお願いします。そうや、お偉いね。それではいきます。けんくんの3つ連続、はいはいはい、そう、完璧です。反対からもいきます。反対からも、はいはいはい、めちゃくちゃ上手です。偉いね。そうや、偉いね。そうそうそう、はい、そってそう、偉い。ゲン君今日めちゃくちゃ調子がいいので、さらに難しい技挑戦させていただきます。なんとあれよ、こちら高さ2段挑戦させていただきます。ゲン君、はい、ゲン君と身長ほとんど変わりません。できた時は大きな拍手お願いします。それではいきます。高さ2段、はい、よいしょ、決まりました。一発成功です。できました、偉いね。そうや、こちらの道具を使った跳躍芸ご覧いただきました。それでは続いての跳躍芸、こちら高跳びです。まずは1段目から挑戦させていただきます。りんくんお願いします。こっちこっちこっち、そう、こちら着地にご注目ください。いい構えやね。それではいきます。りんくん、今日着地がなんと、じゃありんくんそれだといけ
くよ。しっかり。いくよ。はい、着地がなんと、はい、前転です。そう。フライング。そうや。はい、こっち。座る。そう。それでは高さを上げていきます。こちら、高さ2段目。2段目。はい、お願いします。こっちね、こっち。そう。いくよ、元くん。高さ2段目。はい、高さ上がっても、はい。そう、前転です。決まりました。しっかりここまで。そうや。はい、こっち。こっち、座る。そう、いいね。それじゃあ今日はさらに高さを上げていきます。こちら3段目、元くんが今できるギリギリの高さです。できた時は拍手で褒めてあげてください。じゃあ行こう、お願いします。これそう。それでは行きます。元くん集中してよ。高さ、はい、3段目、はい、さあ決まりました。皆様の前で、はい、アピールして、そう、はい、できた。そう、力上げて、はい、できた。そう、はい、そう、そうや。こちら高跳びご覧いただきました。まだよ。それでは最後の大技に移っていきます。で、皆様が見えるところに、はい、します。そうや。ここだよ。こちら発想跳び挑戦させていただきます。お願いします。こっちから行こう、うん、そうや。こちらも着地にご注目ください。ギョギョくん、発想跳び着地が、はい、そう、逆立ちです。はい、立って。反対もいきます。反対からも、はい、そう、逆立ちです。ここまで、はい、立って。お前らいね。はい、立って。あ、座ります。それでは最後、距離広げます。ギョギョくんが最後挑戦する距離、まだよ。最後、元くんが挑戦する距離はこちらです。その前に私から一つ大切なお話をさせてください。私たちがこのショーを通して皆様に伝えたいこと、それは諦めない気持ちが大切だということです。私たち皆様の前でショーができるようになるまで約1年間諦めずに2人で練習を頑張ってきました。今日の元くんを見て、これよ、頑張ったのはこれからも応援してるよと思っていただけた方、私たち張り切って大きなカゴを準備してきました。最後、元くんがこの距離成功しましたら、自信を持ってカゴを前に置かせていただきます。その時、元くんに対する評価入れていただけますと私たちの励みになります。よろしくお願いします。それでは行きます。はい、よいしょ。お、行きすぎ、行きすぎ。そう。リンク、もうちょっと後ろかな。もうちょっと後ろかな。そう。しっかりここでスタンバイして。いいよ。それでは行きます。最後、いい構えよ。発想飛び。はい、マックス。決まりました。そうや。それでは最後、真ん中でしっかりとご挨拶して終わりたいと思います。1歳の男の子、元くんでお付き合いいただきました。最後までの温かい拍手での応援、本当に、はい、ありがとうございました。それでは自信を持ってカゴを前に置かせていただきます。元くんに対する評価お願いします。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろからありがとうございます。まだ。まだ。そう。そう。ありがとうございました。ありがとうございました。